っしゃ、いた。ほら、やっぱりいた。1本目。よっしゃ、食った。食ったぞ。斎藤、最強小池。旧小池。サイズ51。でかっ。はい、バスボーナステビークリリンです。今回はですね、オープニングちょっと撮り忘れてたので、ちょっと今釣り終わりでオープニング撮ってます。で、正直結構いい釣りできました。ルアーはこのタイニークラッシュと、新しく出る、旧小池、これね、これの、めちゃくちゃ強い釣りと、弱い釣り、この強と弱、この2本で、どういう感じでどう釣っていったのか、これは結構ね、壮絶なファイトとかいろいろあったので、ちょっとね、本編を楽しみにしてもらえればと思います。流れがあるからこっちかといったら、ハイドジュニアの方がいいかもしれんな。あ、見た今。うわー、乗らんかった。くそ、マジか。いくすね、釣れそう。めちゃめちゃ釣れそうやったな。よっしゃ、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 ほら、よっしゃ、来た。よーし、とうとう来た。タイニークラッシュフィッシュですわ。嬉しい。めちゃくちゃサイズがでかいわけじゃないけど、いいバス釣れたわ。うる。もうなんかこのタイニーで、スパ、スパ、スパ、バン、モンドリ打って出てきた。いいバスやな。サンキュー。ウィー。サンキュー、タイニーボール。うわ、かっこいいね。ウィー。めっちゃ出そうやけどな。すげえ出そうじゃない？ギラーって。そんな甘かねえか。おっしゃ、出た。出た出た出た。タイニークラッシュ。バレんなよ。おっしゃ。いいサイズ、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 いいサイズ。ほら、かかりどうや。おっしゃ。おっしゃった。出た。タイニークラッシュ。やりました。3本目。タイニークラッシュ。ふわ、しびれるね。すげえバイトシーンやったな。撮れてるかな、それだけ。めっちゃ気になるけど。ほら、いいサイズだね、これも。45近い。いいバス。サンキュー。とにかくね、めっちゃ噛んでるけど。めっちゃ蒸し暑い。でもこの天気がね、かなり作用してくれてるですね。こんなピーカンじゃこれで出ないですから。これがありがたい天気の時にちょうど僕が入れたってことが、ちょっと幸せなこと。うい。
イにすごいな、こういう時にめっちゃ釣れるな。こういう環境か、雨絡みで濁りが入って普通の時じゃ釣れないだけど、この雨が降ることによって反応してくれる。多分あの辺からさっき追いかけてきてた、多分もうこの辺で食ったもんね。今これ雨降っていつもここもうちょっとクリアなんですよ。それがこの雨によってかなり警戒心を薄らしてくれてる。でもその代わりバスは見えないんですけど、だからこういうビッグベイト系の釣りが強くなるんですよね。こういう時になんかワームちまちまやってるよりかはちゃんと強い釣りでやる方がいい釣果出せる。決して僕がねビッグベイト得意ってわけじゃないですよ、まあ、知ってると思うんですけど、こういうこのルアーのジャッジじゃないけど選択っていうのがすごく大事ですね。こういう時だからこそ効くんで、それを意識して釣りするかしないかで評価だいぶ変わるんで、参考までに。すごいぐっちゃぐちゃ、これおパンティーまでぐっちゃぐちゃですわ。これおパンティーまでぐっちゃぐちゃですわ。いやーもう釣りバカとしか言えない。久々のランボー、3年ぶりのランボーですね。これ僕が一番最初にバスボーナス TV で上げた動画にの時に来た。釣り場に着くまでのこの森を抜ける感じ半端ないよな。もうランボーのセミの脱出みたいな、こんなあったっけ。いります。3年ぶり、いや2年ぶりのランボーですわ、これ。うっ、やばい。痛い。まるでいない。ちょっと流れが強すぎるんかもな。あるとしたらあそこやな。よっしゃ出た、でかい。頼む、頼むよ。おっしゃー出たー、タイニークラッシュ炸裂。出たー、やりましたー。ミッドルアワータイニークラッシュ、すげえな。でかい、もう一本おったな。うる、サイズだったら46、いいサイズやわ。フル、完全に今日来るタイミングとこの雨パワー、もうなんか神様が今日来ていいよって感じで、何言ってんのかないけど、もう完全に今日誰もいないですからね、もう完全にやらせてもらったって感じですね。うわー、うる、いいサイズやわ。サキュー、ビットルアーというか釣り方なんですけどね、あそこ流れ込みあるじゃないですか、岩が1個あるんですよ、あの寄れんところをサッサッサッバン、もう感無量、感無量とはこのことです。ウィーテンション上がっちゃってる。ウィーバックウォーター、流れが好きなサンキューボーイ君、そして君はまた流れに入っていく、好きだ。
っそ出た、うっそ出た、マジか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 、マジか、あー出たー、マジか、あー出たー、マジでマジで、はい、うっそ出たな、やばくね、出た、マジかマジか出た、嘘だろ、ほらやばー、うやばくねー、もっぱつ出た、やば、最後のダメ押し出ました、またタイニクラッシュ、これでタイニクラッシュ何本目、4本目のタイニクラッシュ、これもいいバスやで、45分やってるバス、やばー、うわー、なんかもう話す言葉はね、こいつ掴みるわ、すわ、30代に、おい、どうだったでしょうか、なかなかすごい超過というかね、まあ実際ね、これ僕がめちゃくちゃうまいとかじゃなくてですね、日取りがかなり良かった、かなり雨がねちょうど降って流量がかなり増えてるっていうタイミングで、来ることができたことが一番だから、そういったタイミングでね、フィールド選びとかっていうのも大切になってくるので、まあより良いチョークを出したいのであれば、こう雨の模様とか見ながら、まあ危険がない程度な、フィールド選びしていいチョークを得てください。でとことん強い釣りだけがいいわけじゃなくて、とことん弱い釣りがいいだけでもない、両方をねうまいこと使いこなして、最大限のチョークっていうことが生むことができたのね、できた、噛んでるやん、できたので、皆さんもね参考にしてもらえればなと思います。よかった、いやもう感無量、もうほんま今日はもういい酒が飲めるぜ、そんな酒飲める方じゃないですけどねということで今日はこのぐらいにして、ランボーの中帰りたいと思います。ご視聴していただき、うちうちうち、ありがとうございました、バイ。